こんにちは、カオルンです。ついにこの時が来ました。待ちわびておりました。このね、イヤホンが届きましたよ。紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン、ショックズさんのワイヤレスイヤホンオープンフィットでございます。イエイ。正直ですね、今回はね、もうめちゃめちゃ褒めちぎりたいです。僕がこれまでに紹介してきましたながら聞きのイヤホン3つ、こちらのね、いいところと、あとはね、改善してほしいところがね、あるんですけれども、3つのね、いいところをすべてね、兼ね備えたね、イヤホンといったところが今回のね、オープンフィットでございます。僕がこれまでに紹介してきましたイヤホン3つ、1つ目のね、ボッコーさんのピース SS1、 こちらはね、装着感に関してはね、全く文句のね、つけようがないくらいね、素晴らしかったです。疲れないしね、長時間つけててもね、とっても快適でした。ただデザイン性がね、ちょっとシンプルすぎて微妙だっていうところと、あとね、バグが多い、音がね、急にノイズが出たりとか、あとはね、通話が聞こえなくなったりとかね、そういうことがありました。2つ目のね、今回のイヤホンと同じメーカー、ショックズさんのオープンランプロ。こちらに関してはね、音も通話もね、まあね、それなりにフラットでね、良かったんですけれども、やっぱりね、ネックバンド系っていうところで僕的にはね、この耳の周りにあるっていうのがね、ちょっとかさばっちゃって、とてもね、使いにくかったです。あとはね、メガネをね、使いながらね、ちょっと使いにくいというところと、あとはね、充電ケーブルがタイプ C じゃないオリジナルのね、ものだったので、それがね、わざわざね、いちいち変えなくちゃいけない。こう、充電ケーブルをね、付け替えなくちゃいけないっていうところがね、面倒でした。そして、三つ目のオーディオテクニカさんの ATH-CC500PT。こちらに関してはね、この三つの中でね、音めっちゃ良くて、もう本当に良くて、通話もね、それなりに良くて、デザインもね、かっこよかったです。ただ、やっぱりね、ネックバンド系っていうところとね、メガネもね、使いにくかった。あとはね、最大音量がとっても小さくて、外でね、使ってる時にちょっとだけね、使いにくかったっていうのがね、ありました。じゃあ今回のオープンフィットはこの3つのね、いいところをね、ぐっとね、集めましたよっていうところでね、具体的に見ていきたいと思います。そしてこのカオルンチャンネルはですね、音楽系の YouTube をやっております。歌がね、大好きなので、歌ってみたギターの弾き語り、あとはね、ギターのレッスン動画、そして今回のようなガジェット系のレビューをね、やっておりますのでね、ぜひね、よかったよと応援してくださる方ね、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまずは基本スペックから見ていきましょう。どうぞ。はい、基本スペックやっていきたいと思います。まずこのオープンフィット、値段が 24,880 円となっております。ただ6月の12日まではですね、クラファンでね、募集をしておりまして、そしてクラファンがね、 40,000% というところで、どんだけ達成してるんですか。もうね、予想がね、逆についてないですよね。もうね、それだけ達成してればですね、もう人気間違いない、もう期待がね、間違いないというところですよ。色はね、ブラックとベージュの2種類。今回はね、カオルンはですね、ベージュを紹介していきます。オープンイヤー型のワイヤレスイヤホンというところで、骨伝導ではね、ないんですよね。ただね、使ってて全然ね、問題なかったので、後で、ね、紹介していきます。デザインの方はですね、人間工学に基づいた圧倒的なね、フィット感を実現。片耳は 8.3g というところで、だいたいね、オクラをね、1個ずつかけてるような感じですかね。そんなにね、重くない、めっちゃ軽いといった感じでございます。音質の方はですね、明るい高音と深みのある重低音を実現するために、独自のね、ダイレクトピッチテクノロジーが採用されております。オープンランプロの時はね、重低音だけをね、重視したターボピッチというね、テクノロジーが採用されておりましたね。コーデックは SBC と AAC に対応しています。通話の方は AI コールノイズキャンセリングを搭載しているというところで、周囲音がね、 99.7% カットされます。これね、今回ね、検証はしないんですけれども、ちょっとね、また他のながら聞きとね、比較しながらね、こういろいろね、デモやっていきたいですね。またね、別動画でどんぐらいね、カットされてるかね、見ていきましょう。レストランとか、あとは車の中とか。そして喋るね、マイクの方もですね、片耳ごとに2つのマイク、デュアルマイクが搭載されてるというところで、どれだけね、音がいいかね、後で一緒に見ていきましょう。
連続再生時間はイヤホンで7時間、ケース込みで28時間となっております。あとはね、充電ケーブルがね、タイプ C になりました。これね、でかいね。ショックズ大好きな皆さんですね、今まで独自のケーブルが使われていて、他のイヤホンと使うときにいちいちケーブルをね差し替えなくちゃいけないっていうのがあったんですけれども、これがね良くなりました。最高ですね。防塵防水機能は IP54 というところでね、まあある程度雨が降ってたりとか風が吹いてたり砂煙でも大丈夫となっております。あとね、アプリにも対応しているんですけれども、こちらはね一般販売がされてからね、こうねアップデートされてね使えるというところで、今はねできないので、またねこのアプリもね出たらやりますか、どうかね。ただ残念だったのがマルチポイントがね今回ないんですよね。やっぱりマルチポイントね、ながら聞きだったらね、パソコンとかあとはね携帯とねこうね交互に使いたいっていうのがねありますから、同時にね接続してほしかったな。そこがね入れてほしかった。はい、ズームして一緒に見ていきましょう。まずケース周りですね。ケースはね、こう四角い形をね、しているんですけれども、大きさ的にはね、ちょっとまあ、イヤホンの中では大きいぐらいの手のひらサイズにね、すっぽり収まるようなね、大きさになっております。あとはベージュ色いいですよね。ブラックと2種類あったんですけれども、僕はね、もう見た瞬間ベージュにしようとね、惚れてしまいまして、あとはね、高級感がある感じがしまして選びました。質感もね、サラサラしておりましてね、まあ、マットなね、感じになっておりまして、指紋がつかない感じになっております。充電ケーブルタイプ C になりました。そして開けるとこんな感じ、左右がね、クロスして入っております。とってもね、しっかり固定されておりましてね、本当にね、振っても、もうほぼほぼね、音が鳴りません。はい、イヤホン本体はこんな感じですね。側面にね、ショックズとかっこよく書かれておりまして、色もね、ベージュのね、色をね、基調としておりまして、まあ、ケースとね、同様といった感じですかね。ただね、このね、耳当ての部分がね、少しね、シルバー、メタリックな感じになっておりまして、こうね、かっこよさがね、ケースよりもさらにね、増しているといったね、感じでございます。とってもね、デザインね、めちゃめちゃかっこいいですから、つけててね、めちゃめちゃ楽しいと思います。あとはこの耳掛けの部分がね本当に柔らかいです。後でね装着しているところをお見せするんですけれども、本当にね柔らかいので負担がね少ないといった感じでございます。あとはね落ちても折れたりする心配もね全くございません。はい、つけるとこんな感じですね。もうねむちゃくちゃ軽いですね。あとはね締め付けもね本当にねデザインがこうね湾曲がいい感じでね全く痛くなくて、もうね、つけてることをね、忘れてしまうぐらいね、本当に最高にフィットしてます。あとはね、触れてる部分がね、ソフトな感じでね、いいっすね。質感がね、こうマットというか、サラサラしてるんでね、これ結構ね、使いやすいっすね。ボッコーさんのピース SS1 はですね、装着感はね、最高だったんですけれども、材質がね、本当にプラスチックって感じだったので、触れてる部分がね、ちょっと痛かったんですよね。あとはね、マラソンもね、何回か走ってみましたけど、もうね、走っててね、ほとんど揺れないので、全然ね、使ってて違和感なかったです。メガネはですね、こうやってね、見ると少しね、イヤホンと当たってるように見えるんですけれども、全然ね、痛くないので、つけてもらって全然大丈夫です。じゃあですね、肝心の音になります。結論から言いますと、めちゃめちゃ良くなりましたよ。オープンランプロの時のこのフラットなね、まあもちろん良かったんですけど、フラットな音に、こうね、重低音がね、胸にドシンと来るような感じがプラスされ、あとね、ほのかにね、音場が広がりました。こうね、立体感が出ました。でね、低音はね、全くね、こう、うるさいっていうね、感じはないんですよ。結構ね、快適に感じると思います。過去のね、ものだと、オーテクの ATH-CC500BT が一番ね、音良かったですけれども、まあ、これと同等かね、さらにちょっと上かな、うまくいけば上かなっていう感じだと思います。本当にね、これ1台あればね、ながら聞きをしながらしっかりね、音楽も楽しめるようになってます。まあね、なんでね、こんなね、音がいいんですかね。こうね、他のながら聞きとね、まあ同じようにね、耳が開いてるんですけれども、まあ耳がね、塞がれている一般的なイヤホンとね、なるべく近づけるために、こうスピーカーをね、限界、穴を塞がない限界までね、近づけてね、音を良くしてるのかなとかもね、ちょっと思いました。でね、骨伝導など疲れにくいっていうのがあって、今回はね、骨伝導じゃないんですけれども、まあ10時間ぐらいに1回ずっとね、使ってみたんですけれども、全く疲れなかったっす。全然ね、骨伝導と何ら変わりはないっす。
ただね、電車はね、使わない方がいいっすね。結構ね、使ってて音漏れするっていうのをね、こう友達とかね、知り合いに聞いてもらったんで、まあ隣にいたらね、わ、うるさってなっちゃうかもしれないんで、電車はね、使わない方がいいと思います。あとはね、このタッチセンサーで再生とかストップとか、あとはね、曲のね、次の曲、前の曲にね、できたりするんですけれども、音量がね、操作できないのでね、これが欲しかったかな。ただね、アプリでね、できるようになるっぽいので、まあ、そこら辺期待しますかね。じゃあですね、通話見ていきますか。今回はね、マイク性能のところだけ見ていきたいと思います。周囲音がね、カットされてるっていうね、このめちゃめちゃすごいのは、ちょっとまたね、別の動画でやりましょう。皆さんね、気にならないですか？僕ね、めっちゃ気になるので、ちょっとね、いろんなシチュエーション、レストランとか、駅のホームとか、あとはね、車の中、ちょっとね、まだ決めてないですけれども、他のね、流れ聞きイヤホンとね、比較しながらね、見ていきたいと思いますのでね、ぜひね、チェックしてください。マイクテスト、マイクテスト。今ですね、ショックズさんのオープンフィットでね、お話をしておりますよ。マイクテスト、マイクテスト。どうでしょうか？片方ずつ付けられたデュアルマイク。こちらの方性能いかがでしょうか？よく聞こえていますでしょうか？マイクテスト、マイクテスト。はい、ということで今回はショックズさんのオープン型ワイヤレスイヤホンオープンフィットをね、紹介していきました。皆さんいかがだったでしょうか？過去の3機種のね、いいとこ取りというところで、デザイン丸、そして装着感20丸、そして音質も20丸、そして通話の方もですね、おそらく20丸というところでね、やっていきました。ぜひですね、クラファンの方ね、まだね、今出した動画の時点ではね、ギリやってると思いますので、チェックしてみてくださいね。とってもね、めっちゃいいですよ。これ1個あれば、いろいろね、やりながら聞けたりね、しますからね。はい、ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。カオルのチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してね、コツコツやっておりますので、よかったらね、応援してください。お願いします。そしたらまた次のカオルの動画でお会いしましょう。ありがとうね。それではバイバイ。